い組んで、たくさん組んでくださいね。ゆっくりでいいですよ。はい、低いところ、このままゆっくり傾けながら流して浮かべていきますよ。ほらね、そして今度ね、グリーン、グリーンはね、私から見て遠い方、こっち流して自分の方にこの白いところを残すんだよね。でもね、おじさんは反対。おじさんはね、おじさんの方に白を残したいからね、おじさんこっち行くけども、後で反対だよ。流しながら横に少し動くよ。はい、真ん中まで戻って、ここでゆっくり流しましょう。こんな感じです、ね、そしてね、この白い方からお湯の中に沈めながら長く伸ばすよ。だってこれね、3倍ぐらい伸びます。へー、次いきますよ。暑いからね、少しお湯かけてモストを作ります。色が変わったでしょ。ここ触っても大丈夫です、ね、ここ持ったら下へゆっくり深く沈めて、よいしょ。はい、横に持ち替えたよ。あとはね、引っ張ってください。よいしょ、持ち替えて引っ張る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 、どんどん引っ張ってよ。これ引っ張るときね、自分の方に引っ張ってね。自分の方じゃ、こっちで、ね、もし難しかったらお母さんやってもらってもいいですよ、ね、少しお手伝いします。このときに浮いたのが寄ってきてね、手に触ると熱いですから、寄ってこないように支えますから。おー、すごい。うまいです。頑張るぞ。あ、そしてね、この白いところで芯を作るけどね、この芯だけね、おじさんに作らせてね。芯ができたらあと任せます。一回これ潰さないようにね、右に左に転がして、よいしょ、うん、あのね、転がすときに絶対押さえないでね。そしてね、丸くしようと思わなくていいよ。大雑把に転がしてください。こんな感じ。あとね、まだね、丸くありません。あとここそーっと押さえよう。よいしょ、いや、少しずつ押さえて丸みを整えてください。押さえるの一番最後だよ。こんな感じ、ね、そしてこれ包丁ではありますけども、最後のところ、これまだ壊れます。普通じゃないから、もう一枚葉っぱ作って貼り付けます。はい、この緑、ゆっくりでいいからね、低いところゆっくり流そうね。流して終わったら今度ね、お玉の裏、こっち使うよ。そーっと触れる程度、押さえなくていいよ、ね、あと回してみてください。ほら、何ができた？なんか青いクレープになってきたな、ね、そしてね、壊れる方をね、下にしてね、真ん中に乗っけるよ。あと上から押さえてプッシュダウン、あと優しく貼ろう。優しく優しくだよ。はい、ここ、これで完成。ここまでやってください、ね、あとね、切る方はおじさん任せて、ね、いや、そう、潰れそうです。ママ、冷たい包丁で切ろうとしてもちょっと盛りがあります。潰れます。中柔らかいですから、まだここ90度熱湯です。これは熱いぞ。これローですので熱に弱いです。温めた包丁の熱を使って溶かして切りますからね。よいしょ、ね、すごいね。ドーン、当たります。すごいね。これね、ギューってやってみて、潰れるよ。ギュー、潰してもいいぞ。そう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 、ギューやれ。オッケー、すごい。これでももう硬いよ。これ欲しいぐらいだね。ね、硬いでしょ。硬いでしょ。水に入れちゃうと。さあ、頑張るぞ。ならゆっくりここね、ジーグザグしよう。ジーグザグだよ。はい、ゆっくり戻りますね。ジーグザグ、ジーグザグ。今エビやると思うから全部流してください、ね、はい、少し寄せます。エビですから少し細長くします。こんな感じ。まだ隙間はたくさんありますので、もう一回、ね、はい、低いところですよ。流して隙間を全部埋めてくださいね。そしてね、少しを溜めていきます。この溜まったのをね、接着剤の代わり、ね、今選んだ部品もローです。これもローです。くっつきます。さあ、エビの持ち方、シュリー、上から半分ぐらい持とうね。乗っかるけども、シップだけ出してよ。はい、離してください。そしてね、これね、柔らかいから、そーっと持ち上げて、
優しくくっつけよ、端っこ同士にくっつく感じ、優しくね、これね、熱いからこれね、おじさん冷やしてあげます。ドバーン。はい、こっちが正面になります。少し形を整えますね。ジャンボ。そしてね、長いからね、少しね、ここね、切り取るよ。よーっと押して、少し引っ張って、一緒と切り取ります。ギャラリーさんが増えます。これで OK。 あとこっち、お水、ね、お水だよ、こっち。さあ、冷やします。こんなんでーす。トリブってさっきカレー、カローテンキュー、全くグリーンに。そう、ここしかないよ。ただね、お野菜もやってみるからね。いい、高さ一緒だよ。長さはね、ゆっくりでいいや、ジーグザグシや。でもね、大きさは少しあれば十分です。はい、寄せていきます。そして、隙間見ますよ。ここまではさっきのエビと一緒です。こっから少し変わるからね。いい？見るぜよ。おナスとお芋さん、ね、おナスね、そのヘタとこ持って裏返し、そしてのっけとるに半分出そうね。のっけたらね、全部ドボーンと沈めて、このドロドロがこうくっつきます、ね。はい、お芋さん出ています。いいですか。はい、この赤い皮の部分を持ちますよ。はい、半分出して乗っけてください。このまま沈めてください。もうこれでくっついてるからね、ほら、ね、そっと裏に巻いて、あとね、余分なところがありますので切り取っていきますけども、爪を立てるようにグッと押してください。キュッキュッキュッと、うん、爪でね、ギュッとしていいよ。冷やしましょう。クールダウン。顔の色透けて見えるでしょう。リアルな感じがします。これは？